徳川家康の家臣たち、本田康重は戦国時代から江戸時代初期にかけての武将であり、三河岡崎藩の初代藩主として知られています。彼は本田博隆と東条松平義治の娘との間に生まれ、正室は大垣藩主石川家斉の娘でした。康重は徳川家康から片井皆を与えられ、永禄12年には初陣を掛川城攻めで果たしました。特に長篠の戦いでは左股を負傷し、その傷は一生消えることはありませんでした。天正5年に家督を継ぎ、後に三河岡崎藩に5万石を与えられました。慶長16年には享年58歳で亡くなり、静岡県掛川市横須賀の千葉寺に眠っています。本田重次は戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将で、徳川氏の家臣でした。通称の作左衛門やその豪直な性格から鬼作座とも呼ばれました。享禄2年1529年に本田重政の子として生まれ、三河の国の戦国大名徳川家康に仕えました。三河三奉行の一人として行政面での功績を挙げました。彼は非道なことをせず、偏見なく公正に裁き、物事を迅速に解決する姿勢で周囲を驚かせました。武将としても活躍し、永禄元年1558年には家康の寺部城の戦いで功績を挙げ、また一向一揆の鎮圧にも尽力しました。小田原征伐では向井正綱と共に北条水軍を打ち破るなどの戦功を立てました。しかし小田原征伐後に家康が関東へ移封されると、豊臣秀吉の命令で上総の国小井戸、現在の千葉県君津市にて蟄居を命じられました。後に蟄居先が下総の国相馬郡井戸、現在の茨城県取手市井戸に変更されました。文禄5年1596年7月16日に68歳で亡くなり、家督は長男の成重が継ぎました。家康への忠義、家康の次男である結城秀康の母おまんは築山殿の奥女中を務めていましたが、家康との間に秀康を見ごもりました。家康は築山殿の怒りを恐れ、おまんを重次のもとに預け、秀康は中村家で生まれました。天正13年1585年3月、家康が腫れ物を悪化させて重篤に陥った際、治療を進める医師の意見を拒否する家康に業を煮やした重次は言いました。殿はいつまでにも分別のない治療を受けさせ、無駄死にされることでしょう。自らが望んだことですが、どれほど惜しい命でしょう。私、作座、先にお供をすることになります。だから今、この生涯のお別れを言います。そして切腹の準備を始めました。それにより、家康は折れて腫れ物の治療を受け、無事に回復しました。鬼作座の由来、重次は気性が荒く、家康に対しても遠慮せずに意見を述べることがありました。またその武勇にも秀でており、三方ヶ原の戦いでは徳川軍が大敗した中で、自らが敵兵に囲まれ絶体絶命の危機にあった際、敵の槍をかわして一騎打ちで数十人を倒し、その馬を奪って浜松城に逃げ込んだという逸話が伝わっています。性格について新井白石は、重次は恐ろしげに見えるが率直に意見を述べ、思慮分別に欠ける面もあるが、心は正しく、民を使う際には配慮があり、訴訟をよく聞いて事実を明らかにすると評しています。彼の領地での治め方に関しては、法令を簡潔で分かりやすい言葉で立て札に記し、民に理解しやすく大きな文字で書かせたとされています。そして最後に私を怒らせると、作座が叱りますという言葉で締めくくったという話も残されています。身体的特徴、重次は片目を失い、また片足や四肢も損傷によって欠損していたと伝えられています。蟄居の理由、彼は豊臣秀吉の怒りを何度も買ったと言われています。例えば、家康の次男である荻丸、後の結城秀康と共に秀吉に差し出されていた息子の千千代、後の本田成重を母親の看病をさせたい、という嘘をついて呼び戻したことがあります反官府に記述。また、天正14年1586年、家康が秀吉に心中を誓い上洛する代償として、秀吉の生母である大政所が岡崎に下校した際、
家康の皇室となった娘の朝日を見舞う名目で岡崎に入り、大満所の宿舎に薪を積んで万一の有事に備えたことがあります。この行動は秀吉の心象を大きく損なったとされています。さらに小田原攻めの際に秀吉が岡崎城に立ち寄った際、重継は予定されていた対面を拒否したため秀吉を不快にさせました。一筆計上、重継は頑固で厳格な人物と見られがちですが、実際には息子である千千代、後の成重を心配し家庭を守る妻に向けて書いた手紙が知られています。一筆計上日の用心汚染中すな馬子痩せという内容で、これは天正3年1575年野長篠の戦いの陣中からのものです。この手紙は日本一短い手紙としても有名ですが、実際の文言は微妙に異なり、一筆申す日の用心汚染痩せさすな馬子痩せかしくとなっています。また後に千千代は豊臣秀吉の人質として大阪に送られましたが、重継は千千代と甥の富正、後のの本田富正を無断で交代させました。この行動は実子の安全と将来を心配した結果であるとも、富正の出世を望んだ結果であるとも解釈されています。しかしこの行動が秀吉の怒りを買い、重継は家康によって上総の国小井戸にて蟄居を命じられることになりました。重継の思いやりと家族への愛情が反映されたこの手紙は、彼の人間性を垣間見る貴重な資料となっています。渡辺守綱は戦国時代から江戸時代前期にかけて活躍した武将で、徳川家の重臣でした。江戸幕府の旗本として尾張藩に仕える家老として知られています。彼は三河の国寺部城の城主でもあり、徳川十六神将の一人に数えられています。生涯若き日から徳川家康に仕え、その武勇で知られました。特に槍の才能に長け、槍半蔵としても知られ、激戦の中で活躍しました。一方で一向宗の熱心な信徒でもあり、一気に加わった経験もありましたが、後に家康に許されて仕え直し、その後は家康の多くの戦いに参加しました。後に尾張藩の家老として任じられ、多くの領地と兵力を与えられました。大阪の陣では藩主の初陣を支え、家康の死後は尾張で藩主を補佐しました。彼の功績は後世に称えられ、徳川十六神将の一員としてその名が残されています。大久保忠和は戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将で、徳川家の家臣であり、蟹江七本槍の一員でもありました。彼は徳川家康の祖父である松平清康の時代から3代にわたって宿老として仕えました。天文6年1537年、伊勢の国に逃れた松平広忠を岡崎城に帰参させるために兄の大久保忠俊と共に尽力しました。天文11年1542年、松平信孝の反乱で弟の忠久が信孝側についた際にも、兄の忠俊と共に忠久を説得し、広忠方に帰順させました。弘治元年1555年の蟹江城攻めで戦功を挙げ、その後蟹江七本槍の一人として名を馳せました。永禄6年1563年の三河一向一揆では上和田城を守備し、勇猛な活躍を見せました。酒井重忠は戦国時代から江戸時代前期にかけての武将であり、大名でもありました。彼は武蔵川越藩および上野馬屋橋藩の初代藩主として活躍しました。雅楽頭系酒井家の第6代当主として三河の国酒井郷で生まれました。重忠は徳川家康の信任厚く、永禄12年1569年の東東御掛川城攻めや元亀元年1570年の姉川の戦いなど、家康の初期の戦いに多く参加し、その武功を誇りました。天正4年1576年、父の死後三河西尾城主として地位を継ぎました。生涯重忠は特に本能寺の変後、家康とその一行の安全を確保するために尽力しました。また天正18年1590年には家康の関東移封に伴い、武蔵川越に1万石の領地を与えられました。その後も文禄の駅や関ヶ原の戦いなどで活躍し、慶長5年1600年には近江の国大津城の守備を務めました。
戦後、功績を称えられて上野馬屋橋に3万3000石の領地を与えられました。さらに、慶長19年1614年の大阪の陣では江戸城の留守や兵糧輸送の責任者を務めました。重忠は元和3年1617年に69歳で病没しましたが、その功績は後世に称賛され続けています。